ポリティークとは、16世紀の宗教戦争特に、フランスのユグロー戦争の時代に現れた、国家を重視し、宗教よりも世俗の秩序を優先させる、言い換えれば、宗教上の寛容によって内戦を終結させる思想、及びそのような考え方に立つ、政治勢力。ポリティークとは、王国の統一のためには、カトリック・プロテスタントの両教とは距離を超えて、 市民として平和的に共存すべきだとするもので、政教分離原則の土台となる考え方の一つである。ポリティークの支持者は、官僚層やブルジョワジーに多く、宗派の争いによる政治の混乱を避けた。国家主権の理論を定式化したジャンボダン・ポリティークの代表的論者は、ジャンボダンであった。ボダンは、サンバルテルミの虐殺後に表した、国家論六編において、 見えざる主権の概念を定立し、国家を多くの家族とそれらの間で共通の事柄との主権的権力を伴った正しい統治と定義する。家族は家父長のもとに統治され、さらに家族相互の武力構想の結果、勝った者が主権者となり、勝利者に従っていた者が国民になり、負けた者は奴隷になるという図式を提示した。ここでの国民とは、 他人の主権に依存するが、しかし自由な、親民なのであった。ボダンは、中性的な国王体験を発展させて、主権概念を作った。この主権とは、国家を支配から非支配の関係で捉えた際に、支配者側が持つ、絶対的な権限のことで、国家にあっては国王にのみ、固有のものである。彼は、消滅を極めた、宗教戦争に対する反省から、 家族においても国家においても主権者はただ一人でなければならないとし、これに反するいかなる説も暴君による悪性にも劣る放落なアナーキーの状態を招くとして、これを断罪した。具体的には同時代のモナルコマキがここでは意識されている。彼によれば国家の絶対的な権力が主権なのであり、主権による統治が国家であった。 つまり主権は国家そのものと不可分である。要するに、伝統的な封建制や、従来の身分制社会では、国王と末端の被支配者である人民との間に、大貴族や、軍将の領主のように、中間権力が存在したが、ボダンは、主権概念を設定することによって、中間権力を排除して、支配者と被支配者の二者関係で国家を定義した。その意味で、 ポリティークの考え方は決して民主主義的とは言えないが、国家の世俗性と宗教の個人性、内面性、主権国家を思考する点で、近代的性格を有しているものと評価される。信仰的にはカトリックに留まりつつもローマ、教皇庁からは一定の距離を置くガリカに住む、すなわちフランス教会自立主義を報じる人々の多くもポリティークの主張に加わった。 ローマ教皇や神聖ローマ皇帝に対しては、フランス国家の独立を掲げ、国内にあっては、神から直接権限を委託された存在として、フランス王権の強化を図ろうとする。このグループが、宗教戦争を勝ち抜いた、アンリ4世の周囲でブルボン朝による国政の主流を、担うことになる。16世紀後半における、ヨーロッパ国際政治の焦点であったユグノー戦争は、 王国分裂と外国勢力介入という危機の中で主権国家の論理を明確な形で立ち上げた。フランスにあってはそれが絶対王政という形となって時代に展開していくのである。ありがとうございます。